皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数比例のグラフの利用についてお話しします。前回比例のグラフの書き方、これを説明しました。比例のグラフは0を通る直線になっていましたよね。そしてグラフからいろんなことがわかるということもお話ししました。今回は比例のグラフからわかること、これを元にした問題を解いていきたいと思います。 AB2 台の自動車が同時に同じ場所を出発した。その時の走った時間、単位は分ですね。そして道のり、単位はキロメートル、これをグラフにしました。これがグラフです。こちら側が走った道のり、 0km から 10km のメモリがついています。こちらが走った時間ですね、0分から11分までメモリがあります。 A の自動車の線がこちら、 B の方がこちらになっています。括弧1、 A と B どちらの自動車が速いかと、こういう質問ですね。速いということは同じ時間で走った道のりが長い、こちらの方が速いわけですよね。では2分のところを見てみましょう。2分のところ、上がっていくと B のところは 2km、 A の方は 4km ですよね。 A の方が 4km、 B の方が 2km ですから、 A の方が道のりが長いということで A の方が速い、こういうことがわかります。括弧に A が3分間で走った道のりは何キロメートルかと、3分のところを見ます。3分のところをまっすぐ上に上がっていって A とぶつかったところ、ここですね。ここを横に行くと6です。ですから A は3分間で6キロメートルで走ったということがわかります。括弧3番、B は 8km 走るのに何分かかったかと。今度は道のりの 8km、 ここを横に行って B のグラフとぶつかったところ、これをまっすぐ下に折りますね。そうすると8分のところに来ましたので、 B は 8km 走るのに8分かかった、こういうことがわかります。そして括弧4です。出発して4分後、 A と B はどれだけ離れていたかと。今度は4分のところ、ここですね、これをまっすぐ上に上がっていくと B のグラフと4キロのところでぶつかりましたね。 B は4分で 4km と、そしてさらに上に上がっていくと A のグラフにぶつかって、A のところは 8km になっていますから、 A が 8km、 B が 4km ですから、 8-4 を計算すれば 4km 離れているということが分かりました。答えは 4km と、このようになります。次ですね、括弧5、10km 地点を通過する時刻は何分違っていたか。10km、ここのところですね、これをまっすぐ横に行くと A は5分ですね。これ A は書きましょうか、 A は5分で 10km 地点に来ている。さらに横に行って B のところにぶつかりました。 B のところを見ると B は10分ですよね。 A は10キロ進むのに5分、B は10キロ進むのに10分でしたから、何分違っていたかは引き算すればいいわけです、ね、B の10から A の5を引いて5ですから、5分違っていた、こんな風になるわけです。今回は比例のグラフの利用についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。